大東俊介は、日本の俳優、タレント、ファッションモデル。旧芸名は、大東俊介。大阪府堺市出身。ALC アトランティス所属。大阪府立堺工業高等学校卒業。2005年にピザーラプレゼンツトップコート杯、トライツートップ2005でグランプリミコットエンド、バサラ賞、ファインボーイズ賞を受賞。以後、ファインボーイズの、 専属モデルとして活躍。俳優として2005年に日本テレビ、のぶた、をプロデュースでデビュー。以後、TBS、美味しいプロポーズなどのテレビドラマや映画、リアル鬼ごっこなどに出演した。2010年にファンクラブ、レッツを結成。2010年6月18日に東京都世田谷区内で原付バイクを運転中に自動車と接触して、 大体骨を骨折した。治療のために都内の病院へ入院し、当時出演していたドラマタンブリングの最後の撮影に参加できなかった。7月スタートのテレビ朝日系ドラマ警視庁継続捜査班に出演予定だったが過量のために降板し、大役は田島雄星が演じた。7月20日に退院して26日から復帰した。 2011年12月1日にトップコートから ALC アトランティスへ所属事務所を移し、芸名を大東俊介に改名した。トップコート時代のファンクラブ、レッツは解散したが、新たにファンクラブ、ファストを立ち上げる。2012年に大河ドラマ、平野清盛に出演した。時代劇の出演は初めてとなる。 2017年7月31日にファンクラブファストが廃止された。公式サイトも一時閉鎖していたが10月25日新たに再開した。ありがとうございます。